こんにちは、ペガちゃんです。稲妻イレブンゴーストライカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、アニメアレスの天秤第6話の予告の方を見たんですけども、なんかそこでね、トライアングル Z とファイアートルネードの合体、まあオーバーライドみたいなのがあったんですよ。確かね、稲妻ウォーカーでファイアートルネードにはオーバーライドがあるっていうのを、まあ、日野社長がおっしゃってた気がするんで、まあ多分これのことだと思います。まあこの2つの技、まあ、どっちもね、まあ、初期の技ですから、これがね合体するっていうのはね、まあ、なんかすごく熱いですよね。はい、ということで今回はこのイナストで、まあ、一足早くこのオーバーライドの方再現していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、それではね、早速やっていきたいと思うんですけども、まあ、やり方としてはトライアングル Z を打ってからファイアートルネードでつなげる。で、まあ、ちょっと無駄なところをね、編集でカットして、まあ、うまいことつなげればね、再現になるんじゃないかなと思います。ということで、早速ね、やっていきましょう。まあ、試合でやっていきます。まあ、そうですね、相手はね、今回ゼウスでやっていきましょう。さあ、始めましょう。さあ、始めましょう。はい、ということでね、フォーメーションこんな感じでいきたいと思います。で、このイナストにムカタ3兄弟っていないんですよ。いないんですよ。なので、ツトムしかいないんですよ。なので、まあ、サギヌマゼル。この3人でトライアングル Z を打って、まあ、このゴーエンジに、まあ、シュートチェーンでつなげるっていう感じで、まあ、それでいけるんじゃないかなと、僕は思っております。はい、ということでね、早速やっていきましょう。はい、まあ、とりあえずね、今回、ゼウススタジアムでやっていきます。試合開始だ！試合開始だ！はい、ということでやっていきましょう。タイム、はい、やっていきましょう。とりあえずね、まずゴーエンジとこの3人が止まらないと意味がないので、はい、とりあえずね試していきたいと思います。今の私は止められない。これ3人はちょっとなんかゲージ溜まるの遅えな。ゴーエンジはちょっと待って、ダメだ、あ、ちょっと待って、あ、これちょっと待って、ゴーエンジの背番号が17番じゃねえ、ちょっと変えてきます。はい、ということで、舞い戻ってきました。舞い戻ってきました。ちょ、もう一回やるよ、もう一回。さあ、ゴーエンジ、ゴーエンジ、ゴーエンジ、じゃあ、サギ沼がこれまず貯めて、サギ沼が貯めてゴーエンジに入ってくれれば。ゴーエンジは貯まってる、貯まってる、よし、来た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 。さあ、トライアングル Z からのファイアートルネード、ファイアートルネード、よし、これできたでしょ。これちなみに決まるかな、これ。止まるんかーい。まあでもこれで、まあこれであとは編集でつなげればうまいこといくんじゃないかなということで、早速編集の方に入っていきたいと思います。はい、それでは編集の方できたので見ていきましょう。どうぞ。トライアングル Z、 ファイアートルネード。なんかちげえ、なんかちげえよこれ。予告見た時はトライアングル Z を上に打って、そこからファイアートルネードにつなげてるんですよ。だから上にボールが行ってるってところをね、再現したいんですよ。なので、そうだな、なんか上にボールが行ってるところどうやったらうまく再現できんかな。あれだ、ツインブーストファイヤー。ツインブーストファイヤーって軌道がボールを上に上げてるじゃないですか。で、上に行ってて、そっからファイアートルネードを叩き込んでるんですよ。だからツインブーストファイヤーのシーンを入れたらより再現度高まるんじゃないかな。ということでやっていきます。はい、もう一回やります。よし、軌道溜まったね、軌道溜まって、さあ、ちょ、ツインブーストファイヤーでいってみましょう。これどうだ、ファイヤートルネードツインブースト。あ、ええやん、ええやん、これ入れたらさ、多分いけると思う。あ、悪くない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 。じゃあちょっとツインブーストファイヤーを入れて再現してみたいと思います。それでは再現の方ご覧ください。
ということで、まあ、これでうまいこと再現できたんじゃないかな。正直ね、まだアニメを見てないのでこれで合ってるのかどうかわかんないけども、多分こういう感じだと思う。はい、まあ、てな感じで、今回の動画はこれで終わりにしていきたいと思います。この動画がいければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの